台東区からのお知らせです。2024みんなの羽ばたき21フォーラムを開催します。9月28日土曜日と29日日曜日の2日間障害学習センター4階で男女平等推進団体によるワークショップやパネル展示を行います。また9月29日日曜日午後2時からは講演会、誰もが自分らしく生きられる多様性社会へ、報道現場から感じたことを行います。会場は障害学習センターミレニアムホールです。入場は無料、定員は300人です。講演会は予約不要、先着順です。当日直接会場までお越しください。お問い合わせは男女平等推進プラザ03-5246-5816番までどうぞ。外国籍のお子様で区立の小中学校に入学を希望する場合は事前に申請をお願いします。申請が必要なのは令和7年4月から新しく区立の小中学校の第一学年に入学を希望する外国籍のお子様です。入学資格は区内在住の方で、小学校の場合は2018年4月2日から2019年4月1日生まれの方です。中学校の場合は義務教育課程の小学校を卒業見込みの方で、台東区立小学校に在籍する児童はお手続き不要です。申請は区役所6階学務課学児係で受け付けています。申請には在留カードやパスポートなどのお子様と保護者の住所や生年月日などが確認できるものをご持参ください。お問い合わせは学務課学児係 03-5246-1412 番までどうぞ。10月1日開設予定の龍泉福祉センター生き生きテラスで認知症カフェ龍福カフェが開かれます。初回開催日は10月6日日曜日午前10時から11時30分までです。毎月第1日曜日に開催、どなたでも参加できます。定員は各回20人です。認知症の方やその家族、介護者が医療や介護の専門家、同じ立場の方と気軽にお話や相談ができる場所です。体操やものづくりなども行います。お問い合わせは台東区社会福祉事業団龍泉福祉センター開設準備担当 03-5603-2228 番までどうぞ。